アースノーマットの器具アースノーマットとは、アース製薬株式会社の電子式液体カトリである。ボトルに詰められた液体の殺虫薬剤を、専用器具のヒーターにより、摂取130度前後で加熱、蒸散させ、蚊やエなどの昆虫を駆除するものである。1984年に、それまで主流だったカトリマットの欠点を克服する、商品として発売された。 取り替えボトルの種類によって30日用から120日用と持続時間が異なる。また10から24畳までの部屋に対応するアースノーマットワイドリビング用もある。セット品の器具はいくつか種類があり、天板にパイロットランプを下部にスイッチを配したレギュラータイプパイロットランプとスイッチを一体化して天板に集約しスイッチを プッシュ式とした天板スイッチタイプ、2017年2月発売の NEXT プラスで登場した、器具を薄型化し、正面上部にスイッチ、背面上部にパイロットランプをそれぞれ配し、両側面の下部を開けた、サイドスリット構造、サイドオープン構造を採用したスリムタイプなどがある。取り替えボトルは、アースノーマットの器具であれば、どのタイプでも使用可能。 ワイドリビング用の取り替えボトルを使用すれば最大24畳までの広い部屋に対応可能となる。30日用、60日用、90日用の各日本入りに設定されている微光性はフローラルの香りで使用中であることを香りで知らせてくれる。なお、取り替えボトルは使用変更が行われることが多く、製造時期によって有効成分が異なる。 2020年6月現在は、すべての取り替えボトルが、ピレスロイド系のメトフルトリンに統一されており、使用により、含有量が異なる。2020年2月に、1020用無効量に日本入りを追加発売したことに合わせ、1020用無効量を除く、他の取り替えボトルは一斉にメトフルトリンの含有量を減らすなどの使用変更が行われ、販売名を変更。 このタイミングで、108日用無効量を含め、取り替えボトルの外箱やボトルの右上に、アース製薬のコーポレートロゴが入るようになった。2021年2月には、キグフセットで発売されていた、ボタニカルが取り替え、ボトルとして新たに設定された。なお、電子式液体カトリは、有効成分、新、リングヒーターの温度の組み合わせが、各、 メーカーごとに異なっており、アースノーマット以外の電子式液体カトリの取り替えボトルを使用した場合の有効性や安全性を確認しておらず、発火等火災の危険を生じる恐れがあるため、取り替えボトルに同封されている使用説明書や、アース製薬の製品情報サイトには、アースノーマット以外の取り替えボトルは使用しない旨の記載がされている。 アース製薬株式会社の商標登録は次の通り。また、アース製薬株式会社は、ノーマットでも商標登録している。次の通り。アースノーマットの発売25周年を記念し、社会貢献の一環として、2009年4月に、ストップモスキートプロジェクトを開始。これは、同年8月末までの期間中、アースノーマット寄フセットの売上の一部を、 日本赤十字社の地域保健強化事業を通じ、マラリアなど化を媒介する感染症に苦しむ人々や基礎医療サービスが受けられない人々の命を守る様々な活動に充てられる。同年9月10日に日本赤十字社1000万円を寄付。この活動が認められ、2010年4月2日に根獣法賞を受賞した。1994年、アースノーマットの本体と、 薬液ボトルの特許権を侵害したとして、アース製薬は、緊張リキッドを製造・販売する第二本所中機区を大阪地方裁判所に提訴した。大阪地方裁判所、大阪高等裁判所それぞれの判決で本体の特許は無効となり、また薬液ボトルについては、特許では、薬液の溶媒は、死亡族系有機溶剤としていた,たため、ブチルジグリコールを使用していた。 緊張リキッドにおいては特許侵害が成立せずアース製薬が敗訴した。なお薬液ボトルの特許は2004年1月31日に特許存続期間が満了している。2006年7月、電池でノーマットの特許権を侵害したとしてアース製薬はカトリスを製造・販売する第二本女中菊に警告を送った。一方、第二本中は 特許は無効だとして、アース製薬に対して、差し止め権不存在確認訴訟を東京地方裁判所に申し立てた。アース製薬も大日本女中菊に対して、製造、販売禁止を求める搬送を行った。判決で、特許は無効となったものの、両者共に請求は棄却された。2008年7月、お外でノーマットの特許権を侵害したとして、アース製薬は、 どこでもベープナンバーワンを製造・販売するフマキラーを東京地方裁判所に提出した。またフマキラーもパッケージデザインが似ているとして、アース製薬に対して不正競争防止法に基づき製造・販売を差し止める仮処分を東京地方裁判所に申し立てた。判決で特許が無効となったが仮処分については2010年4月に。 互いの製品のパッケージデザインを変えることを条件に和解が成立した。ありがとうございます。